髪の毛巻いてたのにさ、全部ストレートになっちゃった、湿気で。こんばんは。可愛すぎてお花が見えるでしょ？これミエのオーラ。コウさんありがとうございます。チチ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 
帰ってきたら、まあ、夜だからだと思うんですけど、夜めっちゃ涼しい、あんまり暑くない。あ、まさのすけさんありがとう、ちち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 ありがとうございます。めっちゃ夜はね涼しい。日中は多分暑いんだろうけど、でも夜は体感、私の体感20度くらい。でも天気予報見たら25度って書いてあった。でも全然暑くない、東京に比べたら。なんかムシムシしてない、カラッとしてて、風が少し冷たいかなって感じ。まあでも暑いは暑いけど、え、白いポンデリング売ってたの。ミスド行ったらさ、久しぶりに高くなってました。前まで60円ぐらいで売ってたやつが90円ぐらいになってた。食べていいですか、白いポンデリング。やっと見つけたんだ。あ、じゅんさん、え、2個も、ありがとうございます、ありがとう。それでも2桁、そうなの、2桁なの。売れたわ、ありがたわ、ありがとう。ママミンとアネミンに、分かった、言っとく。そう、北海道のねミスドもね値上げしてました。いただきます。ポンデリングはここちぎりたい。あ、めっちゃもちもちそう。あ、ベタベタになっちゃった。こうやってちぎって食べやすくします、私。あ、デローンって。デローンってなっちゃった。いただきます。法定速度踊ってる。法定速度踊ってる。帰ってった。法定速度踊って帰ってきた。ママミンでした。今日すぐ帰ってった。ここやって書いてた。おいしい白いポンデリング。これ皆さん食べましたか。え、東京売ってなくない、白いポンデリング。私探しに行ったけどなかった。皆さん食べれましたか。うん、こうや
当たってよって。そうだ、公演の当落どうでしたか。スズムシめっちゃ泣いてる。え、当たってる方多い。あ、ジュンさん、クマありがとう。え、めっちゃめっちゃいっぱい、ありがとう、ありがとう。前回めっちゃ外れてて皆さん、だから今回は当たりやすかったのかな。みずみんにありがとう、くまありがとう。9ヶ月ぶりの出場公演だって。みんなまだ諦めないで、9ヶ月ぶりって方もいるから。キャンセル待ち入れたらいいな。うん、白いポン・デ・リング美味しい。これ何が違うんだろう、これ何だろう、練乳、これ分かんない、これ何だろう、これ何の味なんだろう。でも美味しい、分かんないけど。ちょっと実家にもリングライト欲しいな。うるちゃんありがとう。そういえば握手会の申し込みが始まって、おすすめたくさんあったと思うんですけど、うーん、特に人気な皆さんがたくさん買ってくれている特に人気なところをまとめたのがツイートした右側に書いてあるところ、おすすめ、特に一押しって書いたのが、そこが一番人気なところです。あ、アッキーさん、クマありがとうございます。なので、おすすめいっぱいありすぎてわかんないよって方は右側のをおすすめします。ぜひ来ていただけると嬉しいです。どこ行こうか迷い始めた。じゃあね、最初の日、そうですね、あの辺がまあ近いかなっていう感じです。完売になるように頑張るねって、優しい、ありがとう。私も頑張ります。ワンバンコー今日はそうだね、リアル握手会完売出たら嬉しいなと思うけど、どうだろう、なんか遠いって方も多いと思うから頑張ります。あのピンさんありがとうございます。チチ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 ありがとう。初めてみずみん撮りました。え、嬉しい、待ってます、ありがとう。暑いね。でもさ、暑いけどさ、ヤスさんありがとうございます。暑いけど扇風機で過ごせるってすごくないですか。東京行けるかな、扇風機だけで過ごすの。うん、うん、うん、
さっきから落としてるんだけど、どこに行ったんだろう。落としてるよね。落としてないのかな。まあいいか。何食べてるの。白いポンデリングだよ。今北海道です。前回乗った飛行機もポケモンの飛行機だったんですけど、今回乗った飛行機もポケモンでした。今日は何のポケモンなんだろう、あれ。でもめっちゃ可愛いポケモンだった。白くて白いキツネみたいなポケモン。何か分かりますか。ロコンっていうの。なんか白くて耳が青かった気がする。あ、耳の中が青かった気がする。ごちそうさまでした。ね、みんなめっちゃ詳しい。さてはやってますね。うん、尻尾くるくるしてたかも。みずみん、最近ゲームはね、犬育てるゲームしか続けられなかった。なんか広告で出てきたゲームやってたんだけど、めっちゃハマってたんだけど、寝る間も惜しんでやってたんだけど、もうやらなくなっちゃったすぐやめちゃうんだよね。でもワンちゃんはずっと育ててるよ。だからね、私育てる系がね、結局続くんですよね。そう、みたらし、ゴールデンレトリバーのみたらし、大きくならない大きくもならないし成長もしないんだけど、なんか育ててる。リアルにワンちゃん育て始めたよって。かわいい。絶対ワンちゃん育てる方と猫ちゃん育てる方、どっち多いんだろう。皆さん飼ってますか、動物。でも猫ちゃんの方が多そう。私のファンの方、ハムスター。今度見せるね、待ってるね。お姉ちゃんがチワポメ、かわいい。カメ、なんかさ、珍しいさのも飼ってる方いないの。なんかヘビとか珍しいみたいな、なんかトラみたいな、なんか珍しい動物飼ってる方とかいないですか。レッサーパンダとかカワウソとか。
いますか？自分を世話するのでいっぱいいっぱいです。それな、本当にそう。でもなんか最近、カワウソ飼ってる方いるよね。結構見ます。フェレット可愛いよね。ヤギ飼ってる親戚すごい。ヤギすごい。インコ3羽。インコってさ、真似するやつか。名前じゃないや、言葉真似する。インコじゃないそれ。小豚カフェってあるよね。可愛いよね。あれ行ってみたいな。小豚カフェ、柴犬カフェも行ってみたい。なんかすっごい画角が、どうしたらいいんだろうそれ。しょうがないか。ポニー、フクロウカフェ。私鳥怖いんですよね。鳥めっちゃ怖いからな。本当にブヒブヒ言ってた。でもさ、ブヒブヒ、豚はブヒブヒって言うからブヒブヒだけどさ、馬ってヒヒーンって鳴くのかな。馬ってヒヒーンって鳴かない気がするしさ、キツネもコンコンって鳴かないんですよ。キツネはね、コンコンって鳴かないんだよ。だから結構違いそう。馬ってヒヒーンって言わないよね。ヒヒンって馬って鳴くっけ。馬の鳴き声聞いたことないか。ヒヒンって鳴くんだ。そうなの。じゃあ何、じゃあ何が違う。なんかさ、声真似するけど実際はそんな鳴き方しないの。コンコンだけ。あとはなんかある、コンコン以外に。競馬場ね、競馬場の遊具で遊びたい。競馬場の遊具で遊びたいです。白いトランポリンとかあるとこで遊びたい。なんか違うのあるよね。でもトラムが王だし、グワグワも合ってるし、コケコッコも合ってるし、猫ニャーニャー合ってるでしょ。キツネは、キツネってなん、どうやって鳴くんだ。キツネの鳴き声なん、あ、キツネじゃないわ、間違え、キリン、あれ首長いのキリンだよね。キリンってどうやって鳴くんだ。ゾウはパオーンじゃなくてファーンみたいな。だからエレファントなのかな。関係ないか。カエルケロケロ言う。カエルはね、ごっごっごっ、うん、カエルはね、カエルはどうやって、ケロ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 、グワグワかな、カエル。キリンって牛の仲間なの。だからあんな模様してるんだ。そうなの。レッスンとかできる T シャツは大きめですか。時と場合によるけど、大きめで買って前だけインすることが多いです。でも夏とかだと大きめに着て、下に短パン入ってレッスン受けるとね、涼しくて好きです。グエとかゴア。確かにグエとかゴア。今日さ、巻いたのにさ、見えない。全然さ、そう、巻いてね、髪の毛巻いた時にさ、ここら辺ね、やけどした。熱かった。上手にやけどしないで巻けるようになりたいな。みんな M サイズくらい。
M だと誰でも着れるって感じかな。巻いたの可愛い。お休みの日しかできないからね。でもね、手もね触っちゃったんだけど、手も触っちゃったんだけど、手はね大丈夫だった。大きめの好きな人は L。 そうだね、 L。 あ、私ちなみにコンサートの T シャツは L で頼んでました。結構みんなホテちゃんとエリちゃん以外みんな L だったかな。みんな L で頼んで、多分ね大きめに着るんだと思う。実家でゆっくり休めるといいね。でもね、めっちゃゆっくりできると思う。でも結構予定たくさん入れちゃった普段東京だとずっと家に引きこもってるけど、こうやって帰ってきた時しか遊べないってなるとさ、やっぱ遊ぶよね。横顔めっちゃ綺麗って言っても遊ぶところないんですけど、あんまりプリクラ撮るとかご飯食べるとかしかない。自然と触れ合って、そう自然とね触れ合わないと。明日がねすごい楽しみなんだ。明日がってか毎日楽しみだけど、明日すごい楽しみ羊を公園までには帰ってきてね。どうしよっかなー劇場で踊ってるみずみみたい。見に来て。生まれも育ちも東京だから。あー確かに、そっか、東京の方はさ帰省とかないもんね。ないもんね、確かに。でもその分旅行とかさたくさん行けるそうじゃない。関東の方は、でも関東の方って旅行ってなるとどこ行くんだろう。修学旅行とかってどこなんだろう。沖縄とかなのかな。だってさ、京都奈良とかなのか。あ、広島とか。でもやっぱそこら辺なんだね。北海道も来る？北海道も来るね。北海道来てどこ行くんだろう。牧場？どこ行くんですかね。やっぱ沖縄とかだよね。だってあそこら辺行けそう、普通に普段行けそうなさところとかは行かないようにしなきゃいけないわけじゃん。難しそう。なんか選択できるってすごい。沖縄いつか行ってみたいな。でも暑いよね、暑いよね。函館行ったはずなのに。でも高校で函館か、中学校とかだったらまあいいかもしれない。高校で函館楽しかったかな楽しかったら嬉しいんだけどさ。夜景とかが、夜景とかが綺麗か。湿気、東京より涼しいの沖縄。南なのに。
そうなの。地元の人からするとね、そう思うんですよ。大丈夫かな、楽しんでもらえるのかな、この町。めっちゃ私は好きなんですよ。めっちゃ好きな町だし、すっごいもうずっとここにいたいと思えるくらい好きな町なんだけど、旅行に来るってなった時にみんなどこ行くんだろうってなる。水族館とかがあるわけでもないし、まあでも食べ物は美味しいよ。函館好きだよ、嬉しい。夜景でも私がおすすめするなら夜景とか五稜郭とか食べ物系かな。北海道の、そうだから北海道のにさ旅行行く人です。たまにさ、なんかさ札幌行って函館行ってみたいな感じで1日で考える人いるけど、無理だよってなる。だから結構さ、みんなさ距離感をさ勘違いしてる方がやっぱり多いんだよね。1日で函館と札幌を巡ろうっていうのは多分無理。広いんです北海道。ファミの時そうでした。北海道は広いんですよ。私が今北海道で行ってみたいところは美瑛とか知床とかも行ってみたいなって思う。北の方とか行ってみたいな。いつかね流氷見てみたいな。青い池行きたいね。青い池行きたいけど、なんかめっちゃ車移動がすごい大変そうらしい。なんか狭いんだよね道が。確かプラノいいね。羅臼町、知床の流氷見たことないんですよ。遠いからね。トマムの星野リゾート行きたい。え、めっちゃ星綺麗に見えそうだよね、あそこ。青い池行ったことあるよ。みゆ？うん。いつ？幼稚園？え、ないよ。あるよ。え、どうやって行ったの？え？車？うん、車で行ったよ。あったらしい。え、でも知らないみゆ。写真もなくない？連れて、あるある。え、写真もあんの？多分あるよ、多分ある。連れて、お姉ちゃんでしょ、それ。うん、連れてって。あ、めっちゃ赤ちゃんだったかもしれない。絶対そうだよ、だって幼稚園の記憶はあるけど。いや、行ってる行ってる。幼稚園だったらあるけど、赤ちゃんだったよ絶対。じゃあ、みゆ行ってる、連れてる。え、絶対3歳ぐらいでしょ。3歳ぐらいかもしれん。2歳とかでしょ、うん、2歳、2歳じゃない、3歳、2歳、3歳。いや、もうちょっと大きくなってから連れてる。え、知らないもん。あ、ほんと連れてったよ。行ってたらしい。行ったことある。でもみゆ知らないから行ってないってことにしとこう。行ってないカウントです。行ってない。子供時代の写真あるかもしれないけど、すぐ出るかもしれないけどね。他の人が写ってたりするんですよね。稚内はあったっけ。ないと思うな。北海道オーロラ見れるの？
え、見れないよ。え、見れるのかな、オーロラ。私北海道だけど見たことないよ、オーロラはない。オーロラはね、ないんですよ。私も見たい、人生で一回は見てみたい。あと流れ星も見てみたいな。でも絶対流れ星さ、見に行ったとしても私見れる自信ないな。なんか一瞬過ぎてそれに気づけないで終わりそう。オーロラ見れないよね、そこまで。多分ね、寒くないか。あ、オホーツクとかの方行けば見れるんだ。オーロラよりも綺麗でしょう。なんで言った人に調子のなって言われた。言った、あんたは言ったじゃない。まだあのれれれ、わがままな流れ星もおたえぶってるみたい。1分に1つぐらい流れる。えー、本当に。私流れ星見たすぎて、あのあれやったことあります。 YouTube の定点配信みたいなやつあるじゃん、あれよく見てました。外で見ろって話なんだけど、あの YouTube のなんかその何々流星群とかの日に YouTube で調べて見てました。アッキーさんありがとう。でも見れたことないな。我慢強くずっと見てなきゃいけないのかな。すぐ終わっちゃったから、何分かでもういいや、もう見れないからいいやと思って諦めちゃった。流れ星知らない説 ありそう。ワンチャン、ワンチャンありそう。流れ星に気づいてないのかも、流れ星なのに。もしかしたらその説が濃厚です。獅子座流星群、獅子座流星群いつなんだろう。獅子座っていつだろう。お悲しになりたい。確かに、でも祈りやすそう、なんか言葉発しやすそう。なんだろうな、願い3回言わなきゃいけないんだもんね。でもさ、こんな一瞬で3回なんて無理じゃん。 いけた人いるのか教えてほしいな、こっち。そう、私はサソリ座です。サソリ座の女です。7月中旬から8月中旬、今じゃない？今？もう終わった？今後半か。今後半だからもう終わっちゃったかも。あ、獅子座流星群は11月なの？あ、そうなの？真逆なんだじゃん。サソリ座感ある？気強いから、気強そうなところがサソリ座感ですか。早く、明日起きれる？うん、そこまで来たらギリギリだから。やだ、やだ笑い方。早くあっち行って。法定速度踊ってる。早く。分かった分かった。バイバイ。バイバイ。バイバイ。帰る。大変だこりゃ。バイバイ。バイバイ。休みてみ。はい、バイバイ。帰らせました。笑い方悪役。
ね、ママ譲り、ママ譲りの変な笑い方。ママはあれは言ってないですよ。ママはあれが通常です。あれが普段からあれです。普段からずっとあれ、ずっとあんな感じ。普段からは酔ってないよ。普段から酔ってない。まだ酔ってないから、あれ普段通り酔ったらどうなるんだろう。あれ通常運転です。ミスミも酔ったらそうなるよ。だっていや私は多分大丈夫です。ああはなりません。このままこのまま絶対大丈夫。ミスミは酔ってないよ。ミスミは飲めないよまだ。お酒強い、お酒多分強い家系だと思う。多分強いです、みんな見てると。かっこいいでしょ。そんなことない。暑くなってきたな。お水がすごいさ、飲みたいんだけどさ、結露しててさ、コップが。これ今多分ね、あそこから離したら水が服にピシャーってかかるから飲めない。なんかさ、学校の授業でさ、アルコール検査みたいなさ、なんかこう腕になんか塗るやつあるじゃないですか。なんだっけな、アルコール検査って名前じゃなかった気がする。なんだっけ、あるじゃないですか、パッチテスト。そう、パッチテスト、パッチテストをやる日に、なんだったかな、体調不良じゃないんだよな多分、大会かなんかかな、いなくてやったことないんですよね。だからな、あれ やりたかったなって思いました。高校の時大会だったかな、陸上のなんかあったのかな、わかんないんですけど、一回やってみたかった。あれやり損ねて卒業しちゃいました。あれって本当にそのままですか、皆さんやったことありますか。あれで本当に赤くなる人って本当に弱いのかな。そのままなんだ、弱いんだ。赤くなったし、めっちゃ、じゃあめっちゃそのままだ。うわー、やりたかった、やりたかったな。友達真っ赤になったら、じゃあお友達弱かったのかな。そのだからね、わかんない、私それもやったことないからわかんない。なんか今日お友達と会ったのにさ、何ヶ月ぶり、前回やったのが2月とかだったから、6ヶ月ぶりとか半年ぶりぐらいに会ったのに、あ、やっほー、じゃあどこ行くみたいな感じで始まって、なんか全然久しぶり感がなくて、久しぶりだったんだけど、なんか気まずい感じとかもなくて、あ、次どこ行くとか、なんか全然話とかも普通にスムーズにこう進んでいって、すごいね、楽だな、楽しいなってなりました。こういう友達がね、東京にもね、早くできたらいいなって思う。これが親友ってものですね。必ず接してくれる。そうなの、そうなの、そうなの。
でもみんな変わらずに接してくれるよ結構。そういうファンに私はなりたい。なりましょう、なりましょうってか、みんなそんな感じでしょ。嬉しい。だから握手会とか、握手会とかが本当にだから楽しいんですよね。こうみんなと話せるし、うん、なんか同じ感じの楽しさがあるからすごい楽しい握手会。でね、今日ね空港でね一個下のね小さい頃からのお友達って言ったらいいのかな、うん、がね声かけてくれて、やっぱ水島美優は水島美優なんだな、なんかずっと変わんないんだなと思ってすぐ分かったって言ってて、私はねあ、いっぱいドーナツの砂糖落ちてた。私はね大人っぽくなっててね全然ね分かんなくてもごめんねって感じだったんですけど、やっぱ私って変わってないんだなってなりましたね。変わってなかった、めっちゃ大人っぽくなった。だからさ、もしさ同窓会に行くってなったらさ絶対に気づける自信ないんだよね。気づけるのかな。女の子だってメイクとかもしてたりとかさ、髪の毛を染めたりとかさしてるわけでしょ。絶対気づけない気がする。女性はそういうもの？でも男性もそうじゃない？髪の毛セットしたりとかしたら全然変わりそうだよ。結構男性の方も髪の毛で変わると思う、印象全然違ったりすると思う。セットする髪の毛がないんですよ。頑張って。男性同士は分かる？みんなのコメントの団結力やめて。あるかないかの二択って言われた。二択か。でも何て呼び名だったっけ、 ありそう、何て呼び名だったっけはありそうだわ。うわ、なんて呼んでたっけとか、うわどういう感じで接してたっけみたいなのはなりそうかも。でも絶対なる。てか仲いい人で、結局仲いい人で固まっちゃいそうじゃないですか。結局いつもこうやって帰ってきた時に遊んでる人と、え、こひちゃん来た？どこにいるの？こひちゃん元気？入れ違いになっちゃった。こひちゃんね、アイス食べたかな。こひちゃんが会いたいですだって。みゆも、え、こんなに会ってないのもうない、早く、一緒に来ればよかったのに、こっち一緒に旅行できたのに、寂しい、早く会いたいな。会いたいですって言ってた。みえも会いたい、入れ違いになっちゃった、悲しい。
お部屋なまら綺麗になっててびっくりしました。でしょ、掃除頑張ったんだよみゆ、はっ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 は。そうなの、掃除頑張ったの。まあでもまだ入りきらなかった荷物は段ボールにしまったままだけど。そう、断捨離の成果。断捨離の成果です。1ヶ月ぶりの掃除そうなの、あのね、なかなかね掃除できてなかったんです。そう、なまらは北海道です。車でドライブ行くってあるの？でもお友達がもうめっちゃ車乗ったりとかしてるから、お友達とドライブ行けたらいいなって思ってる。友達がね連れてってくれるって言ってた。ドライブドライブ、私は危険なのでやめて、やめときます。公園あるので公園あるので私は運転しないでおきます。したいんだけどね、多分できないんですよ。もう一回北海道に、もし AKB 辞めて、もし北海道に帰るってなったら、もう一回教習所通い直したいくらいね、怖い怖いです。多分通い直したい、本当に。無理なのかな。北海道広いから安全。そんなことないよ、そんなことない、そんなことない。北海道は広いけど、でもその分なんか、ね、東京とかとはねまたね違うね感じ。そういうコースある？行き直そうかな、もし帰るってなったらだけどね。まだ未来のことは分かりませんから、どうなるかは。札幌運転してたけどめっちゃ怖かったって言ってた。そう、あのね、あの札幌ファンミーティングの時あったじゃないですか。その時にファンの方が、今日運転したけどさ北海道めっちゃ怖くないって言ってて。そうなんだよね、北海道怖いんだよね多分ね。そう、東京と全然違うと思う。そう言ってて、でも私たちからしたら東京とかの方が運転怖いかなって感じだから、やっぱその一箇所一箇所によって違うよね。北海道に変わった交差点？何変わった交差点って。でも私あれ見たことないんですよ、こういう教習所で出てくる円みたいな交差点わかんない、名前忘れちゃった。円みたいな交差点あるじゃない、あれ見たことないんですよね。雪国だから信号立て、そう信号立てです。旭川のロータリー、え、旭川にあるの？そうなの、旭川にあるんだ、見たことない。なんか円型の、あ、そう環状交差点、環状交差点見たことない。あれなんだっけ、なんか難しかった、勉強したけど全然見たことないから全然分かんなかった気がする。環状交差点、あの自分で運転するときは行きたくないけど誰かの運転で行ってみたい国立駅前にある、あるんだ東京にも。そうなんだ、
教習所で高速乗った。教習所の高速はモニターでした。だから実際に乗ったことないんだよね。多分無理多分無理です。でも友達が高速楽しいよって言ってて、あ、そこまでも来たか、そこまで来たのかってなった。明日行く上の国町ね、言わないでそういうのね、早く行って。一緒に行ったかった。ママだって出現するからやだ。出現してない。今言ったじゃん。え、ドライブ、ドライブ、ドライブ。分かった。ドライブ、ドライブ行きたい、一緒に。はい。後でね。バイバイ。もうすぐ何でも言うんだから。行きませんよ。言ったところにはもう絶対に行けません。バレちゃうから。もうこれで行けなくなりました。行きません。塩だよ塩だよ。そんなことない。そこまで北海道には来れない。でも函館ね、北海道の方とかいらっしゃるからさ。しようかな。何をしましょう明日。泳ぎに行く。でも海いつか行きたいな。でも海ないかな。海行ける海ないか。美味しいものはたくさん食べる。実際にアイドルと出くわしたら避けちゃうって。そうですよね。あーでもどうだろう、人によるか。プラネタリウムで星見てたうちプラネタリウム行ってみたいけど、ミーも絶対寝る自信があるから、ね、やめとく向こうから話しかけてきて。でも話しかけたい時あるよ。仲良く見つけて、うわー話しかけたいってなる時あるけど、できないから我慢してる。前にあった。結構私から気づく方が多い。私が、あ、何々さんだって気づいているんだけどなーってなって、帰ります。我慢する。気づくんだ。気づくよ気づきますよ。そりゃ何回もさ、何回もさ、お話し会来てくれてたりとか、ショールームコメントしてくれてたりとかしてくれてたら全然気づきます鼻ほじってたら知らん顔してくださいそれは見て見ぬふりしますフ
かな、あなた歩いてるの見てるの知らんぷり。え、目の前に立ってるかもしれない。え、こんな顔して目の前に立ってるか、先回りして立ってるか、こうやって。怖いって言った。誰誰その女、誰って立ってるかも、されたいってえ、誰ですか、なんで、ちょっとちょっと名前な、名前言ってみいった名前言ってみってなるかもよ。関係を破壊するそんなのは嘘ですよ。お幸せにしてください、皆さん、皆さんお幸せになって。水着センターでその女だ、いけるかなそれ、どういう反応されるんだろう、みんなに。怖いな、ちょっと。俺を幸せにしてください。え、今は幸せでしょ、今も幸せでしょ今も幸せでしょ。返しが怖いかセンター納得してもらえる、じゃあぜひお願いしちゃおうかなMV 怖そう では58分なのでライブランキングを見ます。15位、ベルベットさんありがとうございます。14位、ガミさんありがとうございます。13位、ナラナラさん、ありがとうございます。12位、クリンピーさん、ありがとうございます。11位、ヨノピーさん、ありがとうございます。10位、キラキラ星さん、ありがとうございます。9位、コウさん、ありがとうございます。8位、ヤスさん、ありがとうございます。7位、ブルーさん、ありがとうございます。6位、サツシックスさん、ありがとうございます。5位、マサノスケさん、ありがとうございます。4位、ウルちゃん、ありがとうございます。3位、アッキーさん、ありがとうございます。2位、ジジイ、ありがとうございます。そして1位は、ジュンさん。クマタワーとタワー2本、ありがとうございました。では、今日は実家からのんびりのんびり配信しましたが、皆さん、今日も一日お疲れ様でした。月曜日で疲れ溜まってると思うので、ゆっくり休んでください。では、せーの、では皆さんおやすみずみー、ストリメールね、待っててね。でもだいぶ絞られてます。バイバーイ、おやすみずみー、健康に気をつけて、ありがとう、またね、また明日ね、おやすみずみー、切ります。